馬副将は、新末民初の軍人、馬屋軍の有力統領である。字は、雲亭、海賊出身。子に、馬広氏王子、農業、商業を兼業していた家庭に生まれる。馬副将は、幼い頃はモスクで学問を積んだ。14歳の頃から、武術の訓練を開始し、1897年、武家の里見に求大する。以後、軍歴を重ね、 1906年、青年陳送兵に昇進した。1910年、権威将軍を授かり、西地巡防統領として、乱州に駐屯した。侵害革命勃発の際には、馬福省は、基本的に傍観の態度をとり、遠征外が、中華民国臨時大総統となると、これに服属した。1912年5月、北京政府から、冥加陳送兵に任命され、 秋武軍と呼ばれる軍を率いた。白明討伐などで功績を上げ、姉化の秩序を維持する。1920年7月、安直戦争が勃発すると、安起派の甘宿特軍、蝶広志だけを駆逐する、肝人地間運動に組みした。蝶の失脚後、馬は甘宿特軍の地位を狙ったが、陸広志等ら肝族軍人たちとの対立を引き起こしてしまう。 結局、北京政府の調停により、蔡義弘が公認の監縮特軍となった。馬は代わりに、水縁都党に任命されているが、これに不満を抱き、さらに陸との対立も激化して、双方の衝突に至った。最終的に、この場広司王子が代理姉化森軍師となることで、馬副将も妥協し、水縁へ赴任した。その後、直霊派と法天派の対立では、 両面的な態度を取る。しかし、1924年9月の第二次、笹口じ戦争では、当初直霊派に属し、氷玉将率いる第三祖寺軍に加わった。氷による北京政変では、氷に追随して直霊派を撃破している。以後、氷率いる国民軍との協調姿勢を取ったが、幕府省は次第に各種権限を剥奪されていった。 1925年に西北変貌改辺へ移動させられている。国民政府による北伐が完了すると、馬副省は小解析に接近し、中国国民党中央候補執行委員などの地位に就いた。以後の馬副省は、省に移居し、馬広氏を王子の軍事、政治権力の拡大に専念した。馬副省自身も1929年11月に太夫市長に就いている。 1930年3月、安記省政府主席に就任する。同年10月には、モーゾー委員会委員長に移動した。1932年8月19日、北平にて死去。去年57、馬副省は、軍人、政治家として活動する一方で、教育、文化事業にも貢献した。海賊のための小学など、イスラム教系学校を各地に建設することに、 尽力している。民国5年には、姉家に初の公共図書館を建設し、地方紙の編纂や基調古典籍の保護にも努めた。ありがとうございます。